警察官。それは社会の秩序を守る存在とされている。しかし、警察官も人間である。清く正しい者もいれば、法律を破り悪事を働く者もいる。今回紹介する映画と事件は、そんな道を踏み外した一人の警察官の物語。というわけで前回の予告通り、今回は映画、日本で一番悪い奴ら、とその元になった事件、稲葉事件について簡単に解説していこうと思うぜ。まずは、映画、日本で一番悪い奴ら、についてだ。日本で一番悪い奴ら、は2016年に公開された日本の、ちょっと待って。どうしたんだ霊夢？どうしたんだ霊夢？じゃないわよ。半年以上も投稿しないで放置していたのに、何さらっと進めようとしているのよ。細かいことは気にしないで。気にするわよ。新年迎えちゃってるし。そうだったな。皆様、明けましておめでとうございます。って、いきなり挨拶しないでよ。マリサ、どうしてこうなったの？まあ、あれだ。うぷ主のアンネコが忙しいらしくてな。そのことは知っているわよ。某ウイルスの影響で止まっていた仕事のしわ寄せが来たり、辞めた人の仕事を丸投げされたり、東方の MMD 動画にハマった挙句、俺も MM ダーになるんだ。とか言って MMD 紙芝居を作ろうとしてたり、そこまで知ってるのかよ。って最後の方は仕事関係ないし。とりあえず久しぶりの投稿なんだから、挨拶からちゃんとしないとでしょ。仕方ないな、今回は霊夢の言う通りにするか。というわけで。皆さんこんにちは、霊夢です。マリサだぜ。今回は半年以上前に予告していた、日本で一番悪い奴らと、稲葉事件についてマリサが簡単な解説をしていきます。映画についてはできるだけネタバレをしないように話していくつもりだ。あと事件についてもネットの情報などを集めたものになるので、鵜呑みにせずに自分自身で考えるようにしてくれだぜ。あと、動画の最後に今後のことについてのお知らせがあります。いろいろやっていこうと思っているのでよろしくな。それじゃあマリサ、続きをお願いできるかしら。了解だぜ。まずは、映画、日本で一番悪い奴らについて簡単に紹介していくぜ。日本で一番悪い奴らは、2016年に公開された日本映画で、稲葉義明原作の、恥さらし、北海道警悪徳事件の告白を元に作られているぜ。監督は白石和也、主演は綾野剛が務めている。凶悪の時と同じ監督さんね。そうだな。余談ではあるが、白石和也さんは北海道出身らしい。北海道出身として北海道警の不祥事を世間に知らしめたかった。というのは霊夢の思いつきで、実際は稲葉義明の反省に、考えられないほどの面白さと、シンパシーを感じたからとインタビューで語っているぜ。全然違ってた。これはあくまで私の感想なんだが、凶悪よりも笑えるような場面も多くエンタメ要素が強くなっていると感じたな。重苦しさはそこまでないので波乱万丈な悪徳警官の反省を楽しむことができるんだぜ。ただ、実際に起きた事件として考えたら、笑い事じゃないがな。マリサ、いつものようにあらすじをお願い。了解したぜ。主人公の諸星は大学時代に鍛えた柔道の腕を買われ、北海道警の刑事になる。諸星は強い正義感を持って職務を行っていたが、うだつの上がらない日々を過ごしていた。そんな時、先輩刑事の井村から刑事は点数を稼ぐためには裏社会に飛び込んでスパイを作れと教えられる。暴力団と密接な関係を持ちながら、上司からの要望に応え成果を上げていく。やがて裏社会のスパイと悪事に手を染めていくことになり、といった内容になっているぜ。安定のウィキペディア先生抜粋。8割ぐらいだから多めに見てくれ。演者は綾野剛さん以外にどんな方が出ているの？ざっくりではあるが、ヤングダイス、上野幸雄、ピエール滝、中村獅童、などが出ているぜ。どうしたんだ霊夢？ピエール滝さん、また出てるのね。この人の万能感はすごいよな。マリサに言われてからは偏見は持たないようにしているけど。嫌がる人もいそうよね。まあ、イメージは悪いとは思うけどな。作品と演者の私生活は別と考えるべきだろう。そういう考えが主流になれば、公開中止とかなくなるのにね。最近もこの手の話は多いだけに、やるせない気持ちにはなるぜ。映画の簡単な感想は先ほど述べた通り、エンタメ要素が強くなっていて胸クソが悪くなる要素は少なめなので、比較的見やすい映画だとは思うぜ。ただし、暴力シーンや性的描写も多くあるので R15 にはなっているがな。警察官に憧れる子供もいるでしょうからね。イメージが崩されないためにも大人になるまで見ない方がいいかもね。以前は Amazon プライムでも見れたんだが、今はレンタルしないと見れなくなってたようなので、気になる方はレンタルすることをおすすめするぜ。相変わらずのアマプラ推しね。
さっきから気になっていたんだけど、凶悪よりは見やすいって話ばかり言っていて、肝心の内容が面白いかどうかについては、あまり触れていない気がするんだけど。よく気がついたな。まあ、そういうことだ。あくまで私の感想だがな。好き嫌いは人によってあるから、別にいいんじゃない？まあ、それもそうだな。さて、ここからはこの映画の元になった事件稲葉事件について解説していくぜ。わかりやすくお願いね。さらっとハードル上げないでくれ。まあ、事件の概要から説明しよう。稲葉事件とは、2002年7月に北海道警の生活安全特別捜査隊班長の稲葉義明が覚醒剤取締法違反と銃刀法違反で逮捕された事件のことなんだぜ。現職の警察官が逮捕されたことの衝撃は、当時はかなりのものだったみたいだ。それはそうでしょうね。逮捕された経緯としては、2002年7月5日に、札幌市内で飲食店を経営していた、渡辺司という人物が覚醒剤を所持しながら札幌北署に出頭してきたことから始まる。この渡辺司という人物が、稲葉義明が行ってきた違法行為について言及したことで、事件が明るみになっていくんだ。この出頭してきた渡辺司って何者なの？稲葉義明の協力者だったと言われている。稲葉との金銭トラブルが原因で、出頭してきたと言われているが、真相ははっきりしていないんだぜ。何か怪しいことでもあるの？渡辺司の元夫人が、足を洗いたがっていた。こうでもしないと終わらないんだ、といったことを話していたという証言もあってな。そう単純な話でもなさそうなんだよ。自分が捕まってでもいいからって考えからして、かなり追い詰められていたのかもね。そうかもな。さて、事件概要の続きだ。渡辺は稲葉が覚醒剤を使用、所持していることを供述。同年7月10日、勤務中の稲葉に任意同行を求めて尿検査を実施した結果、陽性反応が出たため逮捕となった。現役警官が薬物使用で逮捕されるのは初めてだった道警は、7月12日付で、稲葉を懲戒免職処分にした。さらに、稲葉本人名義で借りていたアジトを、7月18日に家宅捜索したところ、ロシア製の自動式拳銃、PSM1 丁と、覚醒剤 0.44g を発見した。これによって、銃刀法違反と、覚醒剤取締法違反、所持、の容疑で再逮捕された。さらに自宅マンションの家宅捜索にて、覚醒剤 92.9g を発見。密売目的と判断し、覚醒剤取締法違反、営利目的所持、の容疑で再逮捕した。密売では約2000万を超える利益を得ていたとされている。事件概要としてはこんな感じだ。なんだか芋づる式に問題が出てきているわね。他にもありそうな感じが。いい感しているな霊夢。今話した事件だけでも、大きな問題ではあるのだが、さらに大きな問題が明るみに出ることになったんだ。やっぱりね。それでどんな闇が出てきたのかしら？稲葉義明は以前配属されていた銃器対策課で、100丁近い拳銃を押収していたんだが、その一部は稲葉による自作自演での成果だったんだ。それってどういうこと？簡単に言ってしまえば、自分で用意した拳銃を、自分で取り締まっていたってことだな。でも、どうしてそんなことしていたの？自分の成績を上げるためだったのかしら？それもあったと思うが。霊夢、警察組織というのは、点数主義が強いってことを知っているか？点数主義？いかに多くの事件を検挙できるか、数が多いほど高く評価される。そしてそれは警察組織同士でもそうなんだ。他県よりも点数を取って成果を見せる。そのためにノルマが設定されるんだ。ノルマって、事件がなかったらノルマなんて達成できない気がするんだけど。そう、だから事件を作るんだ。事件を作って自分たちで解決する。現場の人間たちは、上層部からノルマを言われるから、達成するために必死なんだよ。よく、普段は見逃すのに交通安全月間とかになるとやたら取り締まりを厳しくするだろ。多分あれもノルマのせいだと思うぜ。いや、それはあんたの仕込んでしょうが。冗談はさておき、稲葉義明によると約70丁は捜査協力者から入手し、摘発を装ったものだったらしい。一部っていうか、半分以上じゃねえか。でもよく考えたら、これだけ集めることができたのはなんでなのかしら？さっきから話に出てくる協力者っていうのが怪しい気が。そうだぜ、この協力者とは闇社会の人間で、俗に言うスパイ的な役割をしていたんだよ。でも、警察に協力する理由がないと思うんだけど。まあ、ただでというわけにはいかないからな。接待や捜査情報のリーク、一部の逮捕案件を見逃すなど、ある程度恩恵に預かっていたようだ。ズブズブの関係だったってことね。稲葉義明はそうやって協力者を増やしていったんだが、当然のことながら接待には金がかかる。しかし、公務員の給料じゃ限界が来る。なるほど、それで覚醒剤の密売に手を出してって話になっていくのね。ご名答。
そうやって深みにはまっていった感じだな。さて、ここまで語ってきたことだが、かなりの情報をはしょっているんだ。だからもっと詳しく知りたい方は自分で調べてみることをお勧めするぜ。この事件の奥は深く、この他にも違法なおとり捜査の話や、関係者の不審死など挙げればキリがないんだよ。このチャンネルでは掘り起こしていかないの？私が話していることはあくまでネットで手に入る情報がほとんどだからな。真相にたどり着くことはできないと思うが、少しだけ紹介してみよう。まずは不審死についてだ。稲葉義明のことを告発した渡辺司だが、2002年8月29日午前6時30分頃、拘置所内にて自殺している。自殺するような動機があったの？それについてははっきりしていないんだが、そもそも15分おきに巡回している拘置所内で自殺するっていうのは難しいのではないかと思われる。それに、その後の対応も少し不審なところがあるんだ。変死として発見されたのに拘置所によって自殺と断定され、司法解剖もされなかったらしい。確かに怪しいわね。自殺した状態も喉の奥に靴下を押し込み、さらにもう一つの靴下を歯ブラシの柄で首に巻き込んで、布団の中で仰向けになって意識を失っていた。とされている。素人目には自殺っていうより他殺っぽい感じがしちゃうわね。そうなんだよな。まあ、ある医師や教授の見解では、できないことはないが、難しいし見方。高確率で失敗すると言われていたんだぜ。渡辺司は同型の重要な秘密を知っていて消された。憶測で物を言うのは危険だぜ霊夢。まあ、死人に口なしだからね。真相は不明なままってわけね。これ以上は探りようがないからな。そしてもう一人、この事件に絡んで自殺した人物がいる。まだいるの？残念ながらな。もう一人は稲葉義明の元上司だった、片川俊夫、生活安全課長だ。元上司がなんで？2002年7月31日、札幌市南区のモナミ公園の公衆便所の中で自殺したとされている。理由ははっきりしていないが、怪しい部分が多いとされている。あくまでもゴシップ的な感覚で聞いてほしいんだが、こんな話をネットで見つけたので紹介しておくぜ。片川の同僚からの情報というものだが、初日30日の取り調べの後、片川さんが道警本部のある課の前を通ったところ、そこの課長が片川さんを捕まえて、お前なんか死んでしまえ、と罵声を浴びせた。誰もが片川さんより上の連中に責任があると知っていたから、どうしてそんなことを本人にあえて言うのか理解できなかった。怒鳴ってたのは稲葉と関係が深い奴だった。初日の取り調べ後に帰宅して家の中で自殺未遂をした。奥さんが発見して一命を取り留めたそうだ。という証言があったなんて話もある。この人に責任を押し付けようとしていたって感じかしら。その可能性があると思っている人は多いだろうな。他の上司たちの処分は軽かったようだしな。まあ、あくまでゴシップ的なものなので、鵜呑みにしないでほしいぜ。予防線張りまくりね。内容がデリケートだからな、仕方ないんだぜ。次に紹介するのは事件後に、その後の足取りがつかめない人物についてだ。ひっそりと消されて、いや、ただ居場所がわからないだけなので、そう考えるのは早計だけどな。それで、どんな人物なの？畑中絹代、元巡査部長で、稲葉義明の愛人だった人物だ。稲葉義明が密売で挙げた、4000万円の収益をつぎ込んでいた、交際相手とされている。元ってことは今は？ああ、この事件とは別件になるが、飲酒運転をして事故を起こした暴力団関係者をかばって、自分が運転したと虚偽の申告をしたことにより、犯人隠匿容疑をかけられる。最終的には同刑により懲戒免職処分となった。理由としては、交通事故の他に、稲葉との親密な交際、稲葉の自宅で5月に覚醒剤吸引用パイプ2本を発見しながら上司に報告しなかったこと、暴力団関係者の飲酒運転を容認したことなど、複数の理由によるものだとされている。この人物が行方不明なの？足取りがつかめないと言われているんだ。まあ、いろいろ知っていそうだから。って考える人が多いみたいだな。気な臭く感じるのは仕方ないわよね。真相は闇の中だな。といった感じで、掘り起こせばキリがないくらい、いろいろな情報が出てくると思うので、興味のある方は自分で調べてみてくれ。インタビューとかの記事が結構あって、普通に当時の話をしていたりするからな。そういえば、今回は稲葉義明の生い立ちとかやらないの？現在は出所して、稲葉探偵事務所をやっている方だからな。事件以外に触れない方がいいと判断して、今回はやらないことにしておくぜ。また予防線ね。踏み込むべきラインはいろいろあるからな。最後に稲葉義明のインタビューの一部を紹介しよう。昔は警察に身を守ってもらったけど、今は警察から身を守る時代になってきているんじゃないですか。警察官による盗撮や猥褻行為。この前同型でもあったけど、俺が昔やってたのと同じように、調書を偽造してあげたり、いつ犯人にされるかわからない。
それに道警はいくつか未決事件を抱えているようだけど、捕まえられんのか？と思うよ。昔と比べて警察力は落ちてるから。いやー、本当に久しぶりになってしまったな。休んでいる間に、コメントを書いてくれた方もいたみたいで嬉しい限りね。本当だな。そういえば、お知らせがあるんでしょ？おっと、忘れていたぜ。お知らせは3つだ。まず1つ目、サブチャンネル制作廃止。廃止って？サブチャンネルを作る話を以前からしていたんだが、やめることにしました。なんで？二つも管理できるほどの余裕がないのと、どうせだったらメインチャンネルでやった方が良さそうだと思ってな。ただでさえネタ不足なのに、二つには増やせないわよね。二つ目、更新頻度について。これからは週一で投稿することを目標に進めていこうと思っている。と言いながら、また止まっちゃうんじゃないの？うぷ主次第ではありえるが、できるだけ頑張らせるつもりだ。この主張、以前もしていた気がするので信用ゼロ。って厳しい言い方だな。事実だからね。三つ目、解説役の追加。解説役の追加？今後はジャンルを決めずに好きなことを配信していく予定なので、毎回そのジャンルに詳しい人を呼んで解説してもらおうと思ってな。専門家を呼ぶって感じかしら？いや、あくまで詳しい人を呼ぶだけだからな。潜りであることに変わりないってことね。今日の霊夢は辛辣だな。半年以上も放置してたんだから仕方ないでしょ。すみません。今年は頑張って投稿を維持していきたいと思っていますので、この動画を気に入った方はチャンネル登録と、高評価をよろしくお願いします。次回はどうするの？まだ決めていないので、乞うご期待だぜ。先が思いやられるわね。それじゃあ、またな。今年もよろしくお願いします。